田中さん、今日は新潟市中央区も雨が降ったり止んだりでしたけれども、はい、この時間の中央区は雲が比較的晴れてきまして、これ日差しも届いていますかね。はい、そうですね。本当にこう時間帯によって変わりやすい天気続きますね。そうですね。そして今夜もですね、新潟市中央区だけでなく県内全域で雨の降るところありそうなので、はい、特にこれからお帰りになる方ですとか花金でお出かけになる方は急な雨にご注意ください。また天気の急変の可能性もあるということですね。はい、そうですね。はい、さて昨日の空リポでは佐渡のアジサイの話題をお伝えしたんですが、今日は私が街で見つけたお花をご紹介したいと思います。それがこちら。この黄色い花ですね。はい、そうなんです。はい、これ新潟市で中央区で新潟市の中央区で咲いていた黄色いお花、金芝居という梅雨の時期に咲くお花でして、金芝居、はい、はい、金の糸のようなこの、こう書くんですね。はい、長いおしべに梅と同じく丸い5枚の花びらがついていることから、金の糸の梅と書いて金芝居という名前がついています。梅ではないんですもんね。そうなんです。梅の種類とはまた違うかのお花なんですよね。そしてこの黄色い見た目がですね、太陽を連想させることから金芝居の花言葉はきらめきや太陽の輝きなんだそうです。はい、あ、そうですか。まあ、梅雨時期でちょっとこう雲がかかって本物の太陽を見られる時間は少なくなっていくかもしれませんけれども、はい、こう地面にはもしかしたら太陽の輝きが見えるかもしれません。はい、そうなんですよね。ぜひ梅雨空でどんよりした時はこの地上に咲く太陽、金芝居を探してみてはいかがでしょうか。さて気になる土日の天気をここからはお伝えします。まずは明日午前9時の予想天気図を見ていきましょう。明日は日本海から寒気を伴った低気圧が北日本付近を通過する見通しで、県内は大気の状態が不安定となるでしょう。このため雲が広がりやすく一部にわか雨のところもありそうです。はい、では明日の天気の移り変わりを見ていきます。こちらは明日の朝6時の予想です。朝から県内雲の多い天気となりまして、下越や佐渡を中心に一部雨の降るところがありそうです。動かして見ていきますと、日中晴れ間が出ることもあるんですが、下越や佐渡を中心に一部雨雲が湧いたりと、夜にかけて変わりやすい天気となりそうです。このコンピューターの予想で雨の表示になっていなかったところでも、明日お出かけの際は念のため折りたたみ傘があると安心です。はい、では続いてあさって日曜日午前9時の予想天気図を見ていきます。あさってはですね、日本海に中心を持つこの高気圧に県内緩やかに覆われる見込みです。このため日曜日は県内広く日差しが届いて貴重な梅雨の晴れ間となりそうです。先日田中さんにお伝えしてもらったこの先3ヶ月の予報ですと、はい、この7月は降水量が多いかもしれないという予報もありましたが、はい、そうなんです。6月中のこういった晴れ間をしっかり有効に活用して、はい、そういった万が一の準備もしっかり整えたいですね。はい、そうですね。はい、雨の備えなどもぜひしておいてください。